宇宙世紀0080、後に一年戦争と呼ばれた凄惨な殺戮劇は幕を閉じた。人類はようやく平和を取り戻したのである。しかし終戦を迎えたことにより、地球連邦政府とジオン公国の対立は、地球に住む者と宇宙に住む者との対立へと、その意味を変化させていった。この戦争をきっかけに歴史は大きく動き出す。次なる戦いのための終戦、破壊のための建設、この一時の平和もまた新たなる混沌を迎えるための休息でしかなかった。歴史の果てから綿々と続くこの愚かな行為は、人類が存在し続ける限り続くのだろうか。遥かな宇宙の闇を照らすのは人々の希望ではなく、戦いの炎なのだろうか。人の革新たる新しい人、ニュータイプの出現は時代を照らす光明となりうるのか。人々の平和への思いとは裏腹に、戦いは予期せぬ第二幕を迎える。ジオン公国は一年戦争における圧倒的な勝利によって、地球圏の覇者として君臨していた。有料したるジオン国国民による地球圏の管理運営は実行に移され、ギレンザビを中心とする独裁政権が誕生したのである。だがギレンはその覇者たる地位に自らの手で終止符を打つ。地球自治への徹底的な介入がアースノイドの反感を招き、地球至上主義を唱えるティターンズを生み出す。また旧ジオン派に対する弾圧は、ジオン大君の嫡子キャスバル大君によるネオジオンの決起を促す。だがこの事態に対しギレンは全く動じなかった。全ては敵対勢力を一掃するためのギレンの策略だったのだ。より完全なる支配を目指すギレンの野望はとどまることなく、新たなる惨劇の幕は開ける。ギレン閣下、計画通りです。ティターンズおよびネオジオンは我が軍に宣戦を布告しました。ここまでは読み通りの展開だな。だが敵の戦力が予測よりも多いようだ。ジオンの勝利を快く思わない連中が予想以上に多いということか。しかし敵の数がどれほど多くとも、所詮は烏合の衆に過ぎません。ジオンにあだなす者などこのデラーズが蹴散らしてみせます。うん、予定通り戦いを開始する。全軍に伝えよ。これより我が軍はティターンズおよびネオジオンに攻撃を開始する。愚かな者どもに裁きの鉄槌を打ち下ろすのだ。情報部よりティターンズに対抗する組織エウーゴが結成されたと報告がありました。代表者のブレックス・フォーラーは地球至上主義に対抗することでスペースノイドの高い支持を獲得しています。ギレン閣下、エウーゴを援助し勢力の拡大を促すことによってティターンズを弱体化することが可能です。エウーゴ支援計画への予算の投入をご検討ください。よかろう。はい、我が軍の存在を悟られぬよう取引先の民間企業を通して支援を行います。同胞をお待ちください。報告します。我が軍の支援によってエウーゴは勢力を拡大し、ティターンズは弱体化しています。報告します。エウーゴの支援を仲介させた民間企業を通してエウーゴの軍事技術とモビルスーツの設計図を入手しました。思わぬ収穫です。お役立てください。ギレン閣下、宇宙要塞アクシズからハマーン様と配下の者たちが到着いたしました。父マハラジャの命によってアクシズから参りました。遠いところご苦労であった。ジオンのために力を貸してくれ。は、お任せください。ギレン閣下、
ティターンズが新型のモビルスーツを開発しているとの情報を入手しました。かつて連邦軍が行っていた研究をベースに開発を進めているようです。引き続き調査を続行させます。ギレン閣下、敵新型モビルスーツの正体が判明しました。諜報部の読み通り新型のガンダムです。しかも新型ガンダムには複数のタイプがあり、核武装を施した機体も確認できました。このままにしておいては危険です。新型ガンダム奪取計画を提案します。よかろう。はっ。ガトー以下親衛隊の精鋭が本作戦の実行にあたります。お任せください。ギレン閣下、ガトーが敵地に潜入し核武装を施したガンダムの奪取に成功しました。しかし敵の追撃が厳しく帰還が遅れております。ギレン閣下、ガトーが新型ガンダムと共に帰還しました。この機体の核武装は凄まじい威力を秘めています。しかし核は南極条約の禁止事項の一つ、多勢力との関係を踏まえ慎重に扱わねばなりません。ギレン閣下、アクシズから新装甲材ガンダリウムガンマが届きました。この装甲材を用いることで高性能のモビルスーツを開発することが可能です。ギレン閣下、ネオジオンの戦力は低下し、本拠地グラナダの攻略が可能です。グラナダ制圧作戦を提案します。これより我が軍はネオジオン本拠地グラナダに対する攻略作戦を開始する。ジオン大君の息子を語り、ジオンに混乱を招いたシャアを倒し、再びジオンに秩序を取り戻すのだ。各員の一層の努力に期待する。ギレン閣下、サイド6付近から全世界に対して放送が行われています。この放送をご覧の方々に聞いていただきたい。今地球は一部の人間の欲望によって滅亡の危機に瀕しています。彼らは地球の引力に魂を囚われ、アフリカ大陸の半分が砂漠化した現実を見てもなお地球に固執するのです。人類は地球から巣立たねばならない。そうしなければ地球は人間の重みで沈んでしまう。誰かがこの美しい地球を守らなくては人類そのものが滅びてしまう。それが我々が英雄となって戦う理由なのです。閣下、エウゴはラビアンドーズを本拠地とし、周辺空域に部隊を展開、同時に地上部隊による東アジア侵攻を開始しました。報告いたします。アクシズのマハラジャカーン様がお亡くなりになりました。この訃報を聞きハマン様がアクシズを統率するため部下を率いて帰還しました。父上が亡くなりおつらいはずなのに、気丈なお方です。ギレン閣下、ティターンズの戦力は低下し、本拠地グリプス2の攻略が可能です。グリプス2制圧作戦を提案します。ギレン閣下、エウゴの戦力は低下し、本拠地ラビアンローズの攻略が可能です。ラビアンローズ制圧作戦を提案します。これより我が軍はティターンズ本拠地グリプス2に対する攻略作戦を開始する。地球至上主義という旧時代の考えにとらわれた無知猛邁なる者どもに裁きの鉄槌を打ち下ろすのだ。各員の一層の努力に期待する。報告します。我が軍はティターンズ本拠地グリプス2の制圧に成功しました。ティターンズは滅亡です。ギレン閣下、グリプス2から全世界に対して放送が行われています。聞こえるか、ティターンズの諸君、ジャミト閣下は敵の手によって暗殺された。この卑劣極まりない行為を許しておいてよいのだろうか。世界はティターンズによって導かれねば破滅してしまう。愚かな俗人どもにはそれがわからないのだ。我々はジャミト閣下の意志を継ぎ理想を実現しなければならない。これは
ジャミソフ閣下の遺言である。私と共に愚かな俗人どもを地球圏から排除し、地球をティターンズの手によって再生するのだ。閣下、シロッコはグリプス2を掌握し、周辺区域に部隊を展開、同時に地上部隊による西ヨーロッパ侵攻を開始しました。若造が、うぬぼれていられるのは今のうちだけだ。ひねりつぶしてやる。これより我が軍はエウゴ本拠地ラビアンローズに対する攻略作戦を開始する。利権を貪る企業の手先となり、いたずらに戦果を拡大したエウゴを裁かねばならん。各員の一層の努力に期待する。報告します。我が軍はエウゴ本拠地ラビアンローズの制圧に成功しました。エウーゴは滅亡です。貴殿閣下、アクシズのハマンカーンが全世界に向けて放送を。私はアクシズのハマンカーンである。人類の未来は宇宙の力を手に入れたスペースノイドでなければ切り開くことはできない。だから我々はあの暗黒の世界から帰ってきたのだ。紹介しよう。ザビ家の正当なる後継者、ミネバザビ王女、スペースノイドの頂点に立つお方である。我々アクシズはミネバ様のもと地球の重力から人類を解き放つため、この戦いに審判を下そう。かつて我々を暗黒の世界に押しやった者どもよ、思い知るがよい。閣下、ハマーンは宇宙要塞アクシズを本拠地とし、周辺空域に部隊を展開、同時に地上部隊による東ヨーロッパ侵攻を開始しました。ハマーンごとき小娘はどうとでもなる。だがアクシズの戦力、気をつけねばならんな。報告いたします。ヒターンズの村ため研究所が何者かに襲われ壊滅しました。しかもたった一機のモビルスーツによってです。もしこれが事実なら異常です。注意してください。ギレン閣下、ジオン領空内に正体不明機を確認。高速で接近しています。防衛部隊に迎撃命令を出せ。防衛網はすでに突破されています。今からでは間に合いません。なんということだ。正体不明機から通信です。回線を回します。いきなりで悪いが、頼みがある。俺が持っている村雨研究所のデータから強化人間の治療法を研究してほしい。ただとは言わない。研究所から奪ったサイコガンダムの設計図と引き換えだ。悪い話ではないはずだ。頼む。ほう、貴様があの村雨研究所をたった一機で破壊したというのか。だったらどうしたというんだ。俺が聞きたいのはそんなことじゃない。俺を受け入れるかどうか。よかろう。すまない。約束のデータは必ず渡す。だがその前に少し休ませてくれ。ギレン閣下、ゼロという強化人間が持ち込んだ村雨研究所のデータを用いることで低レベルのニュータイプを強化し、高い戦闘能力を持たせることが可能です。ニュータイプ強化計画、ご検討。よかろう。はい、ニュータイプ強化計画を開始します。朗報をお待ちください。ゼロ村雨が面会を求めています。彼は危険です。どうなさいますか。心配いらん、通せ。貴様はなぜ研究所のデータを悪用した。強化人間の治療方法を見つけると約束したはずだ。なぜだ。そんな約束などしていないはずだが、私が約束したのはお前を我が軍に受け入れる、それだけだ。貴
貴様には強化された人間の苦しみはわかるまい。もうやめてくれ。こんな思いをするのは俺だけで十分だ。今すぐ実験を中止しろ。よかろう。貴様が我が軍の兵士となるというのなら考えてもよい。わかった。今から俺はジオンの兵士だ。戦いが終わるまでに治療法を研究するんだ。いいな。うん。約束しよう。ギレン閣下、アクシズの戦力は低下し、本拠地宇宙要塞アクシズの攻略が可能です。アクシズ制圧作戦を提案します。より我が軍は宇宙要塞アクシズに対する攻略作戦を開始する。幼いミレバを傀儡とし、自らの野望を実現しようとするハマンカーンにさらきの鉄槌を打ち下ろすのだ。各員の一層の努力に期待する。報告します。我が軍は宇宙要塞アクシズの制圧に成功しました。アクシズは滅亡です。ギレン閣下、ついに全敵勢力の打倒に成功しました。もはやジオンに立ち向かえる勢力は存在しません。ついに終わったな。長い戦いであった。だがこれからが始まりだ。地球圏を統一し、人類を我が理想に導かねばならん。各国の理想、私にもお手伝いさせてください。これからも。はい。ジオン公国軍は戦いに勝利した。地球圏はギレンザビの手によって統治されることとなり、有料人種のみによる地球圏の支配計画は実行に移される。地球住民の強制退去および抵抗する者への粛清は速やかに行われた。ギレンはその卓抜した政治手腕によって戦乱を未然に防ぎ、地球の環境を回復させた。異常な独裁者は恐怖と暴力によって地球圏に平和をもたらしたのだ。結果的にギレンザビの行いは地球と人類を破滅から救ったのである。だが一人の独裁者によって作られた平和にどれほどの価値があるというのか。人々はそのような平和であっても、どのような支配者であっても構わないというのか。人々が本当に望むもの、それは争いのない世界。そこで子を産み育て死んでいくこと。今はただこの平和な時を享受し、子や孫に戦いの愚かさ、虚しさを伝えよう。地球から宇宙へと人類は新たなる一歩を踏み出した。そしてこれからも歩み続ける。